どうもグランドパーイエーイプロダンです。昭和のアイドルです。はい、どうもプロダンですよ。おー、はい、ということで今回ね話すのは愚痴動画なんで、最近起きたことなんで、もう本編は終わりです。はい。本編はもう終わり。ただただ、俺の愚痴動画になるんで。ということで、題名で、まあ出てると思うんですけど、なんだよ動画撮るときに興奮すんなよ。何が起きたかというと、題名通りなんですけど、700万、まあ、失ったというか、使いました。まあ、使ったというか、まあ、なんて言ったらいいのか、まあ、分かる人は分かると思うんですけど、まあ、払わなきゃいけないお金なんでね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、僕、本当にね、まあ、ケチ臭くて、いくらお金貯まっても全然使わないんですよ。まあ、動画上では結構使ってる、これでもすげえ使ってる方で、はい。まあ、外食とかも全部動画じゃん、あれ。だからね、使ってたんですけど、1日150円とかで生きてたんですよ。だから月4500円とか5000円いかないぐらいで毎日、食生活ね、4年間送ってたんで、それが染みついてるんで、今も。だから外食とかも一切しないタイプなんで、その700万ね、払わなきゃいけないとなった時に、ほんと気絶しそうになったもん。はい。まあだからね、これ動画にするのもね、どうかなと思ったんですよ。また思い出しちゃうし、まあほんとこれただの愚痴動画なんで、もうこれサブチャンでいいかなと思ったんですけど、動画のストックゼロなんで、メイン。だからね、やってるんですけど。うん、で、なんでこれメインまたあげようかなと思ったんですけど、これっす。右目どうしたって多分最初からなってると思うんですけど、これぶん殴られたわけじゃなくて、まあド M なんでね、ぶん殴ることあるかもしれないですけど、なバカな1日前ぐらいから目が痛くて、若干目が腫れてたんですよ。でも二重だったんで、まあ、全然いいなと思って、今日起きたらこのバコンになって人になってて、もう知らぬ間に夜中ね、なんだろう、夜中ゆりさんにゆりクリニックでやられたのかなと思ったんですけど、いやそんなことなくてね、うん、まあ本当だから今これからちょっと病院行ってくるんですけど、まあ物もらいか結膜炎かわかんないんですけど、まあ災難続きで、しかも首もね、サブちゃんで結構言ってるんですけど、首とかも痛くて、肩も。だから、なんかほんとボロボロすぎてね、先月、まあ、先々週からさ、今日にかけて。まあだからもうね、聞いてほしくて、まあみんな聞いてもさ、あっそうっていう感じなんだろうけど、まあただの、愚痴動画でした。はい。で、それと、まあ、それ伴ってじゃないけど、お知らせがあって、そのね、もうね、YouTube チャンネル開設してるんですけど、この、マッチョ。はい。マッチョの動画専用の見たいっていう人が多くて、結構ツイッターとかでは専用のアカウントとか動画とかも載せてるんですけど、まあそれを、まあほんと30秒とか1分の動画を、ね、載せてるチャンネル作りましたんで、ほんとね、気楽なやつで、編集もそんな凝ってない。ただただなんか動画撮って癒しを与えようかな、みたいな。はい。で、結構意外にマッチョね、その動画映えっていうかね、動画になるような面白いことを撮ってくれるんですよね、日々。だからそれをちょっと撮って、1分とか2分。で、それあげるって感じなんで、まあ、ぜひね、まあ、暇つぶしに1、2分なんで1個、見てみてください。下にね、貼ってあるんで、マッチョ専用の、プロ犬チャンネル、解説しましたんで、見てみてください。ね、マッチョね、暴れまくっていいぜ、ということで、まあ、久々にね、雑談動画メインで撮って、何したらいいかわかんないんだよね。クソつまんないチャンネルで、なんだよ。こんな題名釣り上がってわけわかんねえ、ブサイクが映ってるし、と思ってね、皆さんお怒りだと思うんで、それを沈める、一発ギャグやりたいと思います。じゃあ行きます。ジャンボデッド。バーン。着陸。レディーレディーさっくり。わかってる、わかってる、わかってる。わかってる。今のはただの前菜だから、ウォーミングアップ。じゃあ行きます。まあ、僕と言ったら、TTP なんでね。まあ、今年ももう、YouTube 始めて TTP だけ掲げてるんで、徹底的にパクるっていうのをね、ずっとやってきてるんで、やりたいと思います。TTP の本で。じゃあ行きます。ブンブン。ブンブン。
ブンブンブブー、蜂蜜取りに行きまーす。ブブー。今のはね、若干来たでしょ。わかってる。三度目の正直。三度目の正直で全てを、無に返していきたいと思います。じゃあ行きます。三度目。何しようかな。どうも、プロマンです。ウィーまた広告つかないね、これね。